ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ S3 2019年式18,500キロ、こちらの車両になります。だいぶいい時期だと思うんです僕、 S3。 そうですね、はい、新型も出ましたし、はいはい、ちょうどこなれてきた感じで、そうです、はい、いいと思います。でちょっと今回改めて勉強したんですけど、はい、ゴルフ R とだいぶ被ってるなと思って。あ、そうですね、だからそのスペック的には、まあ、そういったところありますけど、じゃかといってゴルフ R と S3 を競合するかっていうと、なんかちょっとあまりピンとこないところがあるんですよね。小島さんの経験上も、うん、あんまりそこを悩んでるお客様はいらっしゃらないんですかね。なんかそう、まあ、たまたま出会ってないのかもしれないんですけど、はい、なんかそこピンとこなかったんですよね。もし世の中的にそうだったら、はい、ちょっと一回比較してほしいです僕は。そうですか、はい、今回ちょっと改めて勉強してだいぶ被ってるし、価格帯も結構今似たか寄ったかなんですよね、中古の価格帯も。そうですね、はい、だ選択肢としてかなりいいんじゃないかな、うんうん、ただ乗った感じはいろんなレビューを見ると結構違うらしいんで、うん、まあ、そこをどう通るかなってことですね。そうですね、はい、そこはどこが違うかは今日市場でまたお話しできればという感じですね。だ、ね、はいはい、と立ち位置が、はい、ちょっと始まる前にも言いましたけど、はい、ちょっと絶妙、絶妙ですね、はい、微妙、はい、微妙なところですね、はい。で結構まあ、ゴルフ R トップレンジじゃないですか一応、うんうん、ワーゲンの、はい、で他の、まあ、S シリーズというか、うん、まあ、RS の1個前みたいな、はいはい、でメルセデスで言ったら、はい、まあ、53とか43とか、はい、BM で言ったら M の40とか、うん、はい、あの辺に当たるわけなんですけど、うん、アウディの S モデルだけ、うん、普通のなんていうんですか A と同じくくりなんですね。わ、うん、かります言ってる。うん、分かります。だから C で言ったら C450 とかそういう感じですよね。というよりかは C43 とかって AMG じゃないですか。はいはいはい、うん、けどアウディの S モデルってカタログが A とかと一緒なんですよ、うん、RS だけ別なんですよ、うん、はい、はいはい、だどっちかっていうとだからそっち上に寄せてんじゃなくて、うん、こう下のグレードというかになんかこう寄せてる扱いなんかなと思って、うんうん、メーカー的にメーカー的ですね、はい、はい、だからちょっとこう影が薄いというか、うん、乗られてる方が気に入ってる方がめちゃめちゃ失礼な話なんですけど、そうですね、僕のあくまで個人的な感想ですよ、予習した感じだと、はい、ちょっとなんかせっかくいいところいっぱいあるのにちょっと影に隠れてるなって、はい、まあ、控えめなところですよね。そうですね、はい、まあ、そこが良かったりすると思うんですけど、うん、ただちょっとその辺を今回改めてちょっと見ていきたいと思います、はい、で今回はさらにちょっといじりものということで、そうですね、はい、なおさらいいんじゃないかなっていう、うん、激しくいじっちゃってると、うん、ちょっとこう好みに合わないといろいろ大変じゃないですか、はいはいはい、で今回はちょっとかなり適度にいじってあるので、まあ、その辺もセールスポイント。そうですね、まあ、でも、はい、ちゃんとしっかり押さえてますけどね、いじってるところ、はい、でちょっと前回りから見ていくと、はい、車両が後期ということで、はい、後期で、まあ、透過類とか、うん、まあ、変わってたりとか、はい、まあ、フル LED になってるんですよね、はい、あとオプションで今回の車はマトリックスがついてるということ、はいはい、はい、結構ついてるついてないが、そうですね、違ってきます、まあ、今ももう当たり前のようについてたりする場合もありますので、まあ、ちょっと逆にないと寂しい感じになりますね。ただこの年式このグレードだと結構ないのも珍しくないみたいで、はい、まあ、そうこの年式はもうそうです、ですね、はい、オプションで、ただ分かんないですよね見てねついてないが、はいはいはい、ちょっとまあ機能的に乗ると全然違うんだと思うんですけど、はい、のはそんなのもしっかり、はい、あと S モデルなんですけど、はい、3に関してはこれメッキなんですね、はい、グリル枠が、はい、ここら辺もなんかツッチーね、アウディ今までうちの企画でいじってますからね、ここら辺ちょっと触りたい、ごとく塗ったりしてますから、ね、はい、まあ、ないと、まあ、シルバーっていう感じですかね。でも今回ねまたちょっとバランスこう追ってっていくと ね、これでもいいのかなと思いますけどね。あとグリルなんかも専用になってて、はい、あとバンパーも調べたらこれスポーツと共通なんかと思ったんですよ、はい、じゃなんか絶妙に違うみたいですね。専用バンパーって書いてあります。専用バンパー、そう専用バンパーなんですけど、どこが違うのかなってふと思ってみると形一緒ですよね。ちょっと分かんないですね、専用となってますけどね、うん、幅とかも全部一緒のはずなのに、はい、専用になってたんですよ、うん、でもスポーツと見た感じほぼ一緒じゃないですか、うん、それちょっともしかしたら絶妙に違うかもしれないですけど、うん、あそこは今回答え合わせがない感じですね答え合わせできなかったです、いろいろ調べたんですけど、はい、出てこなかった、はい、パースリストとか見れば多分品番が違ったりするかもしれないですけど、うん、はいはい、一応専用ってこと、はい、こんな感じの前回りになってると。そしてあとは早速横に回っていきましょうか、はい、今回いいのがついてるじゃないですか、はい、BC フォージドの、はいはい、EH183、はい、これ実は
僕がカスタマイズさせていただいた S7 S7 ですね、はい、動画の企画で履かせていただいたのと、はい、同じデザインですよ、はい、だちょっとあのインチが違ったりとか、はいはい、履いてる車が違うんで随分印象違いますけど、うん、なんと同じということで、はいはい、これ良くないですか。ちょっとこれもホイール僕すごい好きですよ、デザイン的にも。アウディ意外とこうトゲトゲしたホイールって似合うと思うんですよ、はいはい、でしかも今回ワンピースなんで、はい、そんなに複雑すぎないじゃないですか、はい、これツーピースとかだったりするともうちょっと複雑。でもここのこういうところとか、あ、そうですね、デザインは良くないですか。スポークの脇とかキュッてあったりして、はいはい、割とこう立体感のある、うん、だから本当になんていうんですか、純正、たまにいいんじゃないですか、純正か社外か分からないちょっとオイルとかっていうよりかも変えてますっていう感じがあっていいと思います。でもちろん車があのこのサイズなんで、はい、あんまりこうでっかいの履けないじゃないですか、はいはい、でまあ19インチで多分履いても20インチ、多分20インチほぼいないですよね、はい、19インチだとまでだと思うんですけど、はい、スポークが一応このリムまで伸びてるんで、うん、まあ、大きく見える、はいはい、これが装着されて、でしかも今回フィニッシュがあの絶版というか、はい、もう注文できないフィニッシュなんですよこれ。あ、もうこれ注文できないんですか。そうなんですよ。あ、そうなんですね。あのよく定番であるのはブラッシュドって言って、その磨きの跡が残っているこれなんですけど、はい、これそれと違って、はい、ローフィニッシュって言って、はい、さらにその前段階、はい、機械で削ったのをもうちょっとこうバリだけ取った、うん、もう言ったら超荒削りの仕様なんですね、うん、だから輝きがちょっとこっちの方がキラッとしてる、はい、金属感がすごく出てる、うん、でこれがあのやっぱり削ったまんまなんで、はい、結構こう何ですか、雑じゃないですけど、はいはい、この機械の切削跡が残ってたりするので、はい、品質が結構こう統一できないって言って、うんうんうん、で今注文できないですよこれ。あ、注文できないですか。そうなんです。逆にちょっとこれデメリットになっちゃうかもしれませんけど、はい、これをちょっとこすっちゃいました、直します、できない、直せません近い仕上げは多分できると思うんですけど、はいはい、全く同じのを再現するっていうのはちょっと厳しいですね。あ、そうですか、はい、であればもう塗っちゃう方がいいって感じですかね。まるっと塗っちゃうかですね、はい、だそうすると4本全部なんで、うん、はい、まあ、ちょっとその辺はデメリットとしてあるかもしれないですね。で残念なことにちょっとそこだけ1箇所ガリってると、はいはい、そのぐらいだったら多分リム、うん、盛り直して多分削れば、はい、多分ほとんど分からないと思うんですけど、はい、これスポークがもうガリガリガリとかなっちゃってると、はい、大幅な修理とかだと、はい、多分目立たないように直すっていうのはちょっと難しいと思うんですよね、はいはい、ちょっとそこだけ注意かと。そうですね、はいはい、そして当然オーダーメイドの鍛造ホイールですから、はい、もう出面もバッチリですね、はい、でサイズもちょっとワンサイズアップしてて標準18でしたっけ、はい、の225のところを235履いてバッチリ仕上がっております。ここも本当攻めてますよね、これね。攻めてますよね、はい、はい、そして組み合わせでタイヤの方はピレリ P0 を装着されてます、はい、あとキャリパーがレッドキャリパー、はいはい、こちらが装着する、これも一応オプションになりますね。で低ダストのブレーキパッドも入ってる、はい、いいじゃないですかもう、うん、アウディそんなにめちゃめちゃ汚れるっていう感じではないんですけど、欧州車の全般そうですね、はい、割とこう国産車なんかよりかホイール汚れますから、汚れますから、はい、結構だから国産から乗り換えるとびっくりされる方が多いですよね、うん、こんなに汚れるの、はい、確信しますよね、みんなネットで書かれてるんで、はい、ある程度覚悟はしてますけどここまでかって皆さん言いますよね、はい、まあ、その辺が一応回避できる低ダストのブレーキパッドを今回装着する、はい、これもだって買ったら2万円3万円結構するじゃないですか。そうですね、はいはい、この辺がもう入ってて嬉しいかな、はい、と今回の車はしっかりローダウンもされてると、はい、見たらこれが、H&R のスプリングでローダウンされてるんで、はい、まあ、乗り心地なんかもちょっと乗って確認してみたいと思います、はい、あとは外装、はい、あのアウディ そのカタログを改めて見たんですよ、はい、これテーマが機能こそ美を創造するっていうことらしいですよ。だ機能美、機能から来てるこのシルエットらしいですよ。機能、はい、機能って何ですか。その機能です。使い勝手とかそういう機能。そうです。あ、そういうことですね、はい、機能美の方の機能です、はいはい、デザインしてそれに機能をくっつけたんじゃなくて、うん、もう機能から来てるこの横のプレスラインとか。そうですね、いやもうそういうのよりもデザインから作ったのかなって感じしますよね。アウディ全般みんななんかそんな感じじゃないですか、はいはい、なんかもう確かにそのなんですか AMG みたいなすごく押し出しが強い感じとかじゃないですけど、はいはい、なんかすごくまとまりよくないですか、はい、なんか本当にフォーマルというか、うん、もう都会が似合う感じ。そうですね、はい、でもう変わってないですよね。ここだこっちからでここだけ見ると年式わかんないですもんね。ですよね、ですよね、はいはい、そのぐらいの感じのシルエットになってて、でミラーはシルバーになって、はい、しっかりここだけなんですね。
なんかいつも前とセットのイメージだったんですけど。前とセットって、あ、この、いやいや、 S モデルって大体前の何かをセットじゃないですか、はいはい、リップの下のところとか、はいはいはい、グリルとか、はい、改めて言われてそうじゃないですか、うん、そうですね、グリルの中はまあシルバーですけど、うん、ここのフィルム一応シルバーですよ、ああ、そう、そうですね、ちょっとあの面積が面積がね、はい、ミラーも、はい、だこの辺も塗ってもいいかなと、はい、あと僕ちょっとこれは撮りません思ったんですけど、バイザーですか、バイザー、はい、バイザーはこれはもう賛否あります、現場からすると好きな方もいらっしゃいますし、はい、外したい方もいらっしゃるんで、僕的にはちょっとこのホイール履くんであれば撮りたいなと、はい、って思いました、はい、まあそれはね撮れる場合もありますし撮れない場合もあるんで、あ、撮れないんですかこれ、いやだから結構あとはでゴムがやっぱりやられちゃう時もあるんで、じゃあ要相談ってことで、要相、まあ、撮ってもいい、はい、その後はちょっと跡が残ってもいいよって感じであれば、はい、用語そうだと、はい、まあ、まあついてるメリットももちろんありますけどね、はい、半開きにできる、はい、こんなのがついてると、であとはサイドスカート、はい、S モデルなんでついてるってことなんですけど、はい、改めて普通のこの S じゃない普通の A3 と見比べたんですけど、はい、サイドスカートの存在感ってめっちゃ大きくないですか、はい、そうですね、はい、サイドスカートついてない A3 ってなんかすごくなんかこうボテッとしてません？実用的すぎますよね、はいはい、なんかこうちょっとシュッとしてないというか、うんうん、ここのラインと、はいはい、ここのライン、はい、分かります、はい、サイドスカートってやっぱりなんていうんですかね、そうですよね、うん、地味な車って言っていいのかな、なんかちょっとそういうおとなしい車だとそのすごさが分かりますね、ついてるついてないかっていうのが、特になんかこう A3、S3 ってこのサイドスカートありなしのこの横のシルエット全然違うなと思って、改めて今回ちょっと A3 と S3 こう見比べて、ここ、これだけ違うだけこんな違うんだと思って、まあ、しっかりついてる、そして後ろも同じように EH183 装着されてございます、はい、あと一応ねこのモール問題もはい、アウディあるんですごい綺麗な状態で、あ、モールあります、曇っちゃうんですよね、曇っちゃいますか、はいはい、今回のまだコンディションが、まあ、経年劣化で曇っちゃっても手入れすれば復活はできるんですよね、できますね、ただすごく大変です、すごく大変です、はい、すごく大変です、まあ、コンディション良好なんでこの辺ピタピタです、はい、だとすごく見た目的にはほぼ変わらないと思うんですけど、 SRS はいやもうディスクがベンチディスクになるんです、はい、そうですね、はい、はい、だからこういうちょっと目立たないところもしっかりパワーアップされてる、うんうん、はい、そして後ろ、はいはい、最初にも触れた通り奥も後期ということで、はい、LED のテールランプになってて、これ流れるやつですよね、はい、でちょっと通り過ぎちゃいましたけどフロントももちろん流れる、はい、だとスポイラーもなんか専用っていう風に書いてあったんですけど、はい、これもなんかスポーツと見分けがつかないんですけど、うん、絶妙にちょっと違うんですかねこれ答え合わせできないですね知ってる人いたら教えていただけます、はいはい、まあ、今回もそして今回の車はなんとマフラーも入っているということで、はい、レムスの、はい、これが調べたら結構いいお値段をしてて、はいはい、19万円ぐらい、はい、もうしっかり選択されてる、でしかもテールがいろいろ種類あるんですけど、一番高いやつでしょ、一番高いやつ、はい、こちらが装着されてる、この音もちょっと聞いてみて、まあ、いいですよ ね、はい、そうね、あとE マークついてるんで車検も安心なんですね、はいはい、でもちろんその車検の合格を保証するものじゃないですけど、はい、まあ、きちんと基準にのっとって選択されてるものなんで、はい、まあ、その辺も安心して使っていただければ、あと当然バンパーも4本出しになりますから、はい、まあ、専用のバンパーになってると、はい、だと続いてトランク見てみますか、はい、はい、この実用性の高さじゃないですかやっぱり、高さ、はい、ここの高さってことですか、実用性高さ、あ、こっちのねいや、これ低いから結構いいのかなと、そういう高さじゃなくて物理的な高さ、そう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 、実用性が高くないですか、はいはいはい、もうハッチバックって、はい、買い物もいいし街乗りもいいし、はいはい、でこれ調べたらなんかトランク340リッターなんで、はい、なかなかの容量、そしてこれ四駆と FF でなんかちょっとトランク容量違うみたいですね、FF だともうちょっとだけトランク広いみたいですよ、うん、あ、そうなんだ、まあ、S3 4駆オンリーなんで、はいはいはい、FF っていう選択肢ないんですけど、はい、A3 だと 1.4 リッターとか FF あるじゃないですか、はい、ちょっとだけ広いみたいです、うんうん、多分4駆の機構分、あ、まあ、アクセルがある分、うん、多分トランクがちょっと上がってるのかなと、はい、へえ、それで変わるんだみたいですよ、ポルシェとかもそうじゃないですか、フロントのフランク、はい、2駆4駆で違うんですよ、
フロントはね絶妙に、はいはい、その辺がちょっと影響あるみたいな、うん、そして毎回これゴルフバッグが、はい、ちょっとこのボディサイズなんで、いやもう本当に参考ですよ、はい、長さ的にねちょっとあれなんでちょっと厳しいかな、うん、でこれ後ろの座席倒していただければ、これがこれカチッとはならないんですね、ならないですね、はい、でやや傾斜してますけれども、はい、割とプラントになるんで、まあ、余裕で、まあ、2個いけちゃうかなと、はいはい、こんな感じのトランクになっております。そしてこれ下にもちょっとだけ収納というかスペースがあるんですよね。スペースですね、はい、こんな感じで両脇とこの辺が、うん、あとパンク修理キット入ってると、はい、でいいなと思ったのはこれよくないですか。これ止まるね。これですよ、はい、つい最近何でしたっけ、あれ止まんないってやつのありましたよね。X3 はい、X3 です、はい、アウディオしっかり、しかもこれがこの何ですか、バネだから、はいはい、いちいちこう解除しなくても、はい、上げれば勝手に こ,、ね、こういうライトもね、はい、ちょっとそういうところがねロックされるし、はいはい、こんな感じのトラムだと。で横一応あれですかね、車載工具が少しこんな感じで入ってると、はい、あ、ネットもついてますね。ネットもね、ついてます、はい、はい、いやもう実用性も実用性がね、はい、バッチリです、はい。じゃ続いて内装を見てみたいと思います。もう S3 になるとかなりいろんなものが標準装備になってるんですよね、はいはい、もうこれドアも普通に上げちゃいましたけど、スマートキーが標準になってたりとか、はい、あとシートの方もスポーツシートが標準と、はい、でさらに今回の場合は、ファインナッパレザーの、はい、スベスベレザーのシートが装着されてる、はい、で標準がなんかモケットとレザーのコンビのやつなんですかね、はい、僕見たことないんですよね。あれ結構、いやでも、うん、そうですね、うちが極端にやっぱりそのレザーシートの入庫率が高いので見たことないと思いますけ ど, なるほど、一般世間一般的には多分そっちの方が多いかな。あ、本当ですか。どっちなのかな、ちょっとそこら辺微妙ですね、はい、ちょっとあの車のコンパクトさからすると結構こう豪華な感じの、はいはい、シートになってると、で漏れなく電動になってくるんで、はい、まあ、調整の幅はそんなに広い感じではないですけど、はい、8ウェイぐらいですかね。いやでも結構調整できると思いますよ、はい、このパワーシートになってくると。そしてスタイリングもパドルシフト付きのフラットボトムステア、はい、いわゆる D シェイプのこちらのステアリングになると、はい、これね独特なやつですね、はい、そうですね、独特で、ちょっと何でしたっけ、 RS7 でしたっけ、はいはい、ちょっと集合体恐怖症の人はちょっとこの、あ、そうですね、ビジュアルがちょっと苦手かもしれないですねなんて話しましたけど、ただ滑んなくって割といいんですよね、はいはい、この辺のステアリングになってくると。あとドアを見ていくとオプションのバングが今回装着されているということで、はいはい、で、S3 でオプションのものってあんまりないんですよね。標準がいろいろついてくるんで、なんでこのバングとか、まあ、あとはちょっと外装取り越しちゃいましたけど、マグネティックライトとか、はい、あとパノラマ、あとアウディデザインセレクション、まあシートの肩のところが赤くなったりするやつ、はい、まあ、あとアシスタンツパッケージぐらいのもの、はい、で割といろんなものが、さすが上の方のグレード、そうですね、はい、いろんなものがついてくると。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。で乗る前にこのカーテシーがアウディロゴのものが装着されていると。そしてスカーフプレートも S のロゴが光るタイプですね、はい、そしてマットも高いやつが、はい、高いやつが入ってますね。使用感もあんまりないですね、はいはい、こちらが装着されてます。ちょっと乗ってみたいと思います。シートはだいぶいいですね、はい、私もちょっと柔らかいし、はい、適度にこうホールドされる感じ、はい、ホールド全然タイトじゃないですね、はい、車のキャラクターに合ってるのかなっていう。背中も、はい、ありますし、あんまりここ高いと乗り降りしづらいですけど、はいはい、座面は割とこうあんまりこう立ってないんで、うん、でクッションもレザーも柔らかい、柔らかいですね。で調整の幅はこんな感じで、はい、スポーツシートですけど、その硬いスポーツって感じしないですよね。そうですね、割とこう、うん、コンフォートな感じがします、うん、そしてステアリング先ほど売れた感じです。で当然、はい、この辺のマルチファンクション的なのもついてますし、あとはバーチャルコックピット 12.3 インチ、はいはい、ついてますので、この辺の操作関係、あと ACC もしっかり、はい、後期だからこの辺 の, あの電子デバイスがかなり進化してるんですよね。してますね、はい、こちらは装着されてる、はい、でメーターはおなじみのこんな感じで、はい、こちらが標準でついてくると、はいはい、で、S になるとコンビニエンスパッケージもついてくるんで、この後触れますけど、オートエアコンもバックカメラも全部ついてきて、 MMI も当然標準で、はい、テレビもなんか S だと標準になるんですね、はいはい、そうですね、あとレビューいろんなの見たら、うん、ちょっと情報量が多すぎて、
見慣れるのに時間かかるって書いてありました。何？いや、メーターにしろ、はい、こっちに MMI にしろ。これもここで、はい、変えてもらって、そんまあ、情報量確かに多いですね。ここですよね。ここで1個でやって、はい、でもそんなにそこまで多くないと思いますよ。でいや僕も使ってて思ったことはなかったんですけど、改めて言われると、うん、確かにそうだなと思って。いやでも今のメーターなんかベンツもそうですけど情報量めっちゃ多い。もっと多いですよね。もっと多いですよ、うん、あとはこっちもそうなんですけど、うん、あのこっちの MMI の画面がちょっとちっちゃめじゃないですか、はいはい、今の車ってもっと大きいじゃないですか、はい、だから余計にこうなんかこうね、アウディはナビがねめんどくさい。あのもう目がシュパシュパするお年頃なんて、はい、検索とかもこれデメリットの話になっちゃいますけど、はい、いやそこはしっかり触れましょう、うん、はい、分かりづらい。なるほど。で結構アウディに乗り換えるお客様とかいらっしゃいますけど、はい、ベンツからだと他の車種からだとやっぱりちょっとこうなんだろう、慣れれば分かりやすいんですけどダイレクトにちょっと来ないんですよね。直感的に操作しづらい、はい、しづらい気がしますね。ちょっと慣れが必要かなと、はい、でメディア関係一通り揃ってますし、はい、この感じで。そしてこの辺、はい、ドライブセレクト、はい、この辺がやっぱりゴルフとだいぶ違うみたいですね、はいはい、で今回の車はマグネティックライトがついてるん で、はい、でこのオートがだいぶいいって書いてあるのが多かったっす。オートがね、はい、でもこれ設定できるのはやっぱ嬉しいよね。そうっすね、はい、こんな感じでできます、はい、なっております。そしてこの辺、はい、モニターの毛布だったり、はいはい、トラコンだったり、はい、それがついてて、エアコン、デュアルゾーンのものがしっかりついてて、はい、シートヒーターも、はいはい、ついてると、はい、そしてあとはシフト周りおなじみのやつですけど、はいはい、これが7速、はい、前期6速でしたっけ、はい、7速になってると、はい、であとこの辺も、はい、もうアウディみんな一緒ですから、そうですね、はい、使いやすいかと思います、はい、そしてドリンクホルダーと、だとここちょっとあの何ですか、木目みたいなちょっと変わった感じの質感のプラスチックなんですか、はいはい、ツルツルの、はい、プラスチックじゃなくてこっちだけちょっとウッドっぽい、はい、オープンフィニッシュのウッドっぽい、ちょっと。そして、はい、アームレストの中は USB が2系統ですかね、はい、この感じで装着されております。はい、でグローブボックスの中は例のこれがついてると、はい、SD ですね、はい、メディア関係、はい、で ETC ETC ですね、はい、はい、そしてあとはペダルがもうごくごく自然、はいはい、この辺はドイツ語3系、はい、問題ないんじゃないでしょうか、はい、フットレストも割と大きいです、はいはい、なので使いやすそうです。そしてあとは天井関係、ピラーちょっとあのここがだいぶ細いんで、うん、視界すごく良さそうです。細くないですかここから見た視界が、うん、これすごく細いですね、はい、細いですね、うん、運転席より助手席のピラーの方が逆にこう太く見えちゃうぐらい、うん、はい、ご運転席はこの辺の視界はだいぶ良さそうです、うん、そしてこの黒のファブリックでそのままバイザーはこのビニールのタイプですね、うん、はい、これは多分 A3 と同じ、はい、ね、流れだと思います。カートホルダーもついてて、そしてルームミラーと、あと今回の車はドライブレコーダーが前後で、はいはい、ついてます。到着されてます、はい、開かないやつですね。開かないやつです、はい、開きそうですよね確かに、ね、これは開かないと思う。ワーゲン入ったりしますから、ね、はいはい、開かないで す, いです。こんな感じと、そして今回の車はパノラマはついてないんで、はい、この感じ。ただ天井黒いってだいぶ引き締まって、そうですね、はいはい、こんな感じの車内になっております、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろまず乗り降りはいかがでしょうか小島店長。いや乗り降りはすごいしやすいですね。普通 の, あのセダンとかって腰がこう沈むじゃないですか、はい、全然そういうのない乗りやすいです。なるほど。だお子様とか女性の方も乗りやすいんじゃないかなと思いますね。高さは私身長168ですけど十分です。足元もなんか資料見たらリアシートの方がフロントより7センチぐらい高いらしいです。あ、そうなんですか、はい、ほうほうほう。ただルーフ全然余裕ですよね、うん、僕もさっき乗ったんですけどヘッドレストもいい感じですね、はい、高さ的に。ただ背中もうちょっと倒れたらよかったなと思いました。ああ、まあそう、いやでも、うん、調整できたらいいですけど、うん、まあ全然いいと思います。フィット感は、うん、でもちょっと重いのかここがある高さがあるので、はい、スポッと入りますね、うん、いいと思います。そして装備的なものでいくとドリンクホルダーと、はい、だと充電が2系統、はい、こちらですね、エアコンは吹き出しだけ、はい、吹き出しだけです、はい、こんな感じになってる。
いやもうサイズ感的に言うと全然悪くないと思います。いやもう全然十分じゃないですか。十分です十分です、はいはい、もう街乗り、普段使い、はいはい、だいぶいいなと思いました。いやでも意外に長距離もそんなに、いやもうドイツっていうかヨーロッパのこのハッチバック文化ってもう最強じゃないですか、うん、このサイズ感ではもう最強ですよ、うんうん、いいと思います。後ろこんな感じのリアシートになってます、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、一応搭載されているエンジンの方が、1984cc 直四ターボ、はい、290馬力、はい、トルクの方が 38.8 キロ。これが前期後期で本当に微妙にしかパワーアップしてないんですね、うん、だからなんかもう調整っていう感じなんですよね、うん、そしてこれが一応名機 EA888、まあ、ゴルフ R とかの、うんはい、あの系統のエンジンということで、うん、だからもうなんで僕そこ競合しないのかなと思ったんですよ。競合 R と、あ、はい、だってプラットフォームもゴルフ R と一緒じゃないですか、うんうんうん、サンデルエンジンっていうかもうこのフォーメーションがもうゴルフと一緒じゃないですか、はい、そうですね。で価格帯的にもそうだし装備的にもそうだし、うんうん、車重も1500キロほぼ1500キロ大体一緒なんですよね、はいはいはい、でもうちょっと味付けが違うぐらいのもので、あとマニュアル R ないが結構大きいのかなってちょっと思いました、うん、もしかしたら僕の知らないところですごい競合してるんですかね。その可能性ある。その可能性ありますね、はい、だから意外にここまで視野を広げて車を選ぶと、はい、もしかしたらだいぶいいのかなって。そうですね、はい、でもまあもう本当安定ですよね。安定ですね本当に、はい、完成、驚きというより完成されたエンジン。一応世代的には3世代目、はい、Gen3 らしいんですよ、はいはい、だからずっと作ってるエンジンなんで、はい、もう相当完成度と、はい、まあ、耐久性と、うん、あとはマージンがすごく取られてるっていうのは、はい、いろんなところに書いてありました、はいはい、そしてあとは、当然クアトロですから、はいはい、4クラン分けなんですけども、はい、一応これが、フロント95の、はい、95対5から、50対50まで持っていけるような4クランシステム、はいはい、これがおなじみハルデックスのやつですね、はい、ただ今ハルデックスって言わないのか言っちゃいけないのかあんま聞かないですよね、はいはい、っていうのハルデックスがなんかボルグワーナーのなんか傘下になったんで、うんうん、もうブランド自体がなんか消滅したのかなんか分からないですけど、うん、一そのアイテムっていうあれらしいです、はい、だからハルデックス製とは言わないらしいです、はい、ボルグワーナー製らしいです、はいはい、おなじみのアメリカのメーカーでしたっけ、うん、でなんかアウディって言ったらなんかハルデックスの4かっていう、うん、だからそれって今結構いろんなところにパーツ供給してるんで、うん、ボルボもハルデックスの4駆だし、はい、BMW も今供給してるんですよ、はい、横置きのその4駆のシステムは大体そのハルデックス、うん、はい、ただアウディがちゃんとチューニングしてるらしいですよ。あ、そうなんですね、うん、4駆のその効き具合だったりとか、うんうん、だからまるっきりこう車違うけど仕組みが一緒ってわけじゃなくて、うん、ちゃんとこれ用にチューニングされてるらしいです、うん、だと思ったのは4駆って言ったらもうアウディじゃないですか。いやそうなんです、そうなんです、そうですよ ね、 なんかねけどだからいろんなメーカーで同じものを使ってるからどうなのって思うところなんですけど、はい、一応専用チューニングらしいです、うん、で、フロント95のリア5、うん、95対5じゃないですか、うんうん、なんでそんな中途半端なことするのかなと思ったんですよ。100ゼロでいいじゃないですか、うんうん、100ゼロから50対50でいいじゃないですか、うんうん、と思ったらなんかちょっとだけ動かしておかないと、うん、いざ動かすときにロスがあるらしいですよ、うん、あ、ロスというとタイミングのロスがあるってことですか。タイミング、まあ、トラクションかけるまでのロスなのかわからないですけど、はい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 、だからもう常にリアはこう、うんうん、だすごくこう強引な言い方すると、うん、一応フルタイム、フルタイム、まあ、フルタイムっていうか、はいはい、まあ、常にFF ベースのじゃなくて、はいはいはい、一応4輪ちゃんと駆動してるんです、はい、まあ、いきなり走り出すよりかはちょっとこうね、あ、そうですよ、まさにでもそうです、はい、止まってる状態じゃなくて、そうそう、ちょっとねこうちょっと足踏みしてる段階でガッていった方がいいってことですよね、っていう仕組みらしいです、はいはい、こんな感じのエンジンログになっております、はい、続いて点灯周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。あれ今日はないんですか？ないです。ないです。ないです。はい。いや別に電抜いてるわけじゃないですよ。うん、はい。そんなにアウディ前回大宮店で結構喋ったんで。はい。はい、あと結構ステアリングフィールがゴルフと全然違うって書いてあるの多かったです。はい、うんうん、軽い。軽い。だからキャラクターがまず違うんですよね。ゴルフ R ってなんかめちゃくちゃスポーティーじゃないですか、うんうん、でも S3 ってどっちかっていうとなんかちょっと、うんうん、だからまあどのグレードもそうじゃないですか。 S3 ってちょっと RS がいるからこそちょっとそのスポーツに寄りすぎてないってところありますよね、うんうんうん、ステアリングは確かに軽いかもしれないです。軽いけど何て言うんですか、この操作感ちゃんとある、うん、今じゃあコンフォートで最初になりますか、うん、いきましょう。ちょっとダウンサスの乗り味、皆さん気になるところだと思って、うん、ちょっとその辺もそうですね、はい、行きたいと思います。ステアリングは僕は全然、うん、はい、行けますけど、まあ、この素材が良かったなってここはね、はい、ここが滑らなくていいんじゃないですか、はいはい、あとバーチャルコックピットはやっぱりいいっす。いいですか？いいです、うん、はい、めっちゃ見やすいです、はい。シートはどうですか？シートはだいぶいいです、はいはい、結構お尻がこうしっかり沈み込むんで、はいはい、サイドサポート高くなくてもしっかりホールドされる感じですね、うん、これダウンサスでもちろんその何ですか、タン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 って感じしますけど全然深い感じじゃないですよね、乗れますよ全然、うん、はい、もうちょっと固めを想像してました。ちょっとマグネティックライトなところもあるんですかね。全然乗れます。あと小島さんもさっきおっしゃってましたけど、うん、家でちょっとその奥さんも乗るとか奥さんが乗るとかっていう時はだいぶいいなと思いました。 RS まで行っちゃうと、そうですね、だからそのやっぱりまあなんていうのかな、シチュエーション的にじゃあ車欲しいです、買いに行きましょう、見に行きましょうかって言って行った時に RS3 だと多分ね、ちょっとおこれ私乗れないわよみたいなね、なるかもしれないですけど、外観からちょっとやってんな感ありますよね、はいはいはい、S3 だと別にその S3 って言わないでも、はい、普通にね乗れる部分もあります。いい意味でだから S3 に近いというか、はいはい、ビジュアルもそうだし、うんはい、でもやっぱさっきも言った通りこのクラスって輸入車、いやそうなんですよ、すごいですよね。ヨーロッパのハッチバック文化やばいっすよ、うん、出来がね、文化で、文化もそうだし、出来もね、いつだったか国産、某有名国産コンパクトが、うん、一時ヨーロッパから車を逆輸入して販売してる時もありましたよね、うんうんうん、そのぐらいやっぱり良さがね、そうですね、わかりますよね。だ言ったら日本のミニバン文化ぐらい、うんうん、ヨーロッパで言ったらハッチバック文化ってこう、うん、根強いし、うんうん、やっぱり競争率が激しいから、うん、こういいもの出来上がってくるなっていう、うんうんうん、ちょっとこのキコキコ音は少し気になりますね、うんうん、それはちょっとね、はい、あれダイナミックとかしますか、はい、お願いします。いきましょう、ダイナミック、はい、あもう明らかに、うん、全然変わりましたね、変更しまして、足も全然硬いっすね、硬い全然硬いっす、うん、これはちょっとね、そうっすね、硬い車庫さんの車乗ってるなって感じです、うん、はい、あここまで変わるんだ、変結構違いますね、うん、でもアウディってどのグレードも変貌しますよね、はい、このダイナミックとコンカルテ結構激変しますよね、激変しますね、うん、踏んでみてこれだいぶ違いますね、キャラクター全然違いますか、うん、音も全然変わったもんね、全然違います、あと空昔するとやっぱりブーストってほぼかかんないんですよね、うん、レムスっていうかもう元々、うん、走り出すとブーストかかるから全然音が違う。ちょっと信号曲がったら踏んでいいですか、どうぞ。そして全体的な車のなんかこうわかんないですよ、うん、僕の先入観、うん、はい、プラシーボかもしれないですけど、うん、ゴルフよりちょっと内装をしっかり
かり作ってあるんじゃないかなって思っちゃいました、うん、静かさというか、うん、やっぱりちょっとヨーロッパ車のハッチバックはちょっとやばいですね、うん、これでだって本気出したら買っとんだけどんですよ。そうね、うん、で高速も安定性もいいしね。そうですよ。で箱が硬いし、うん、はい、もうだからなんか出来上がってる感がすごい感じますよね、乗っててね。ちょっと食いてもいいですか。はい、どうぞ。おお、早い。いいじゃない、はい、あれこれなんか後期だいぶ速くなってません、ね、なんか、うん、いいね。馬力5馬力でしょと思ったら、うんうん、あの実はあの前期が会社の車であって、うんうん、あの一時ちょっと鳴らしてもらったことあったんですよ、うんうんうん、前期より全然速い気がしますよ。これ吹き上がりもいいよね、すごいね。いいっすね、全然いいっす、うん、レスポンスいいっす。いや、いいんじゃないこれ。ちょっとやっぱり世の中 S3 の脚光やっぱり、はい、いやいや本当っすよ、それ思います、めっちゃ思います。浴びてないね全然ね、はい、正当に評価されてないです、うん、本当にいいものっていう、まあもちろんいいものはあれなんだけど、もっとね、はい、伝えられる部分はあると思いますよ、ね、そうですね。ちなみにあれですか、これなんですか、この乗る層はどんな感じですか。いやでもさっき小島さんおっしゃった通り、うん、まあ、家で奥様が乗られるとか、うんうん、はい、はいいんじゃないですか、だいぶいいんじゃないですか、うん、家族でね。そうですね。だ今国産車乗ってる方、はいはい、例えばその経費とかで結構レクサスのこのクラス乗ってる方いらっしゃるんですよ。だから思います、めっちゃ思います、うん、だったら年式もある程度落ちて、まあ、経費もちろんね、はい、そういうの落とせる部分もあるし、はいはい、このアウディ S3、はい、いいと思いますよ。いや国産のこの辺のコンパクトと比べてほしいですね、うんうん、そう。でこれは本当に仕事でも使えるし、はい、旅行も使えるからね、だいぶいいと思います、うん、はい、そういったところをターゲットにちょっと検討されてる方ぜひ、そうですね、アウディ S3 を国産のこの辺のハッチバック、はい、でまたねちょっと今回いじってますからね。そうですね、なかなかないと思うので、そこはだいぶいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、じゃあ最後になりますけど、はい、なんかめっちゃ音よくなかったっすか音、はい、ああマフラーのね音ね、改めて聞いたらびっくりしちゃったっす、はい、レオスすっげえいい音するんですね。いいですで最近なんかちょっとパンパン言ってごまかしてる感あるじゃないですか。はいはい、わかります、わかります、わかります、ね、まあそこだやっとけいいだろうみたいなね。そうそうそう、はいはい、なんか全然その、はい、ちょっとこう大人のいい感じの音しますね、はい、しはい、だからなんか車のキャラクターにすごく合ってるなっていう、はい、そうですよね、うん、ちょっとぜひ本当に最初に話戻りますけど、はい、あのゴルフ R 探してる方はちょっとあの S3 もちゃんと入れていただいて、うん、いやもう S、 それもそうですし、例えばそのなんて言ったの他の BM の、あそうですね、だからその辺もそう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 、 A とかもそうですし、だからいろんなその RS3 っていうだけこう脚光を浴びないで、うん、そうなんですよ、 S3 っていうのもちょっと見ていただけるとめっちゃもったいないですね。もったいないですね、はい、だからやっぱりヨーロッパのハッチバック文化はすごいな、うん、すごいですね、はい、ものすごい完成度高いなものを作ってくるんだなっていう、うん、今回ちょっと改めて再確認しました、はいはい、そして本当に最後の最後になるんですけど、あのお知らせがあるんですよね。お知らせ、はい、あの従業員募集、あ それお知らせなんですか、はい、ボンドグループはちょっといろいろこうちょっとボンドボディも拡大したりして、はい、ちょっと人手が足りないんで、足りないですね、はい、ちょっとあのぜひ一緒に働ける仲間、はい、ぜひ募集してね、ツッチーと一緒に出る出たい人もね、あの動画要員でももちろん構いませんし、はい、まあ、あとセールスだったりとか、はい、あとその車の仕上げだったりだとか、そうですね、さまざまね、はい、あのページもありますよね。あります、リクルートページがあるんで、はい、そちらをご確認ください、はい、というわけで今回はアウディ S3 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。